ナミさん、お疲れ様です。ちょっとね、髪がねまとまってないんで帽子かぶって失礼します。今回もステーキング報酬入ったみたいでね、本当におめでとうございますということで、私も入ってますんでね私は4097になりましたね、累計で。で、体のが250の時から比べると落ちたんで、ちょっとねシュンとなってますけども、まあもともと 0.2 変ですからね、まあすごくいいなと思いますけども、私の場合4000かける今の価格でいうと167円ですから、66万8千円かなというところでございますね。66万8千円やっぱいいですね。なんかね、減ったと思ったら減ってるんですけども、それは最高値から見ると減りますからね。やっぱこう価格っていうのは上下してますから。でもこうなんていうんですかね、これほど安心な仮想通貨の、まあ、暗号通貨のですね、まあ、報酬利益が、まあ、68万、これはねありがたいですね。あの、何よりもカルダノに、まあ、乗っていてよかったと言いますかね、自分の唯一選んだ暗号通貨がまっすぐカルダノでよかったなと思います。あの、ちなみにですね、ノアコインっていうのがこのカルダノと前後して第2のカルダノだみたいな感じで出てたと思いますけども、あれサポートがなんか逃げちゃったみたいですね。で、日本のサポートはとりあえずなくなっちゃったんで、まあ、動揺が広がっていると言いますか。あ、ノアコインね、まあ、いろいろと、話ありましたけども、私の場合ノアコインをね痛烈に進める視聴者さんがいたんで、まあ、ちょっと試しに買ってみたら、あの、送金したビットコインがそのままぶん取られちゃったというね、とんでもないことになりまして、なんだよノアコイン名とその時思ったもんですけども、まあでもね、こう考えてみたら体のをメインにやってたんで、なあ、少々ね下げられても痛くも痒くもないなというところでございますねまあそういえば、あの、ガクトさんが勧めていた、あの、あれですよ、スピンドルってどうしたんですかね。あれもひどかったですねなんかねいや、私がそう思ってるだけなのかもしれません。まあ裏では何が動いてるのか知りませんけどもね。いや、私の思うところは、今日確実に手の中にどのぐらい現金があるかが全てだと思うんですよ。投資っていうのは含み益、含み損っていうのはプロセスしか過ぎなくってね、それから将来はこうなるああなるっていうのは言えばいろいろ話ができますんで、そういうことも抜きにして、今日この時点でどのぐらいになっているのかっていうことが言えるのは体のだけだなと思いますよね。これ今この瞬間に体の全部日本円にすることもできますしね、まあ、そういった意味で全ての360度透明性があるこの風通しのいい暗号通貨は体のエダだなと思いますので、その体のエダがね、これほどまでにステーキングを付与してくださるとなると、いや、本当に良かったなと思うばかりでございます。そしてですね、ちなみになんですけども、私が今お勧めしているのね、みんなの銀行っていうアプリがあるんですけども、こちらの方もね、あの、動画概要欄につけておきますので、まあ、物覚えよく、ご利用くださいませということでございます。これ、紹介コードを使って登録すると、まあ、登録した後に紹介コード入れるんですけどね、そうすると1000円ゲットなんですよ。で、加えてご自身のアカウントにはもうすでに紹介コードができてますんで、その紹介コードをもとにいろんな方に登録いただくと、登録した人に1000円、登録紹介をした人に1000円なんで、両方とも1000円儲かっちゃうと。マックス30万まで、こうね、キャッシュインできるみたいなんで、お急ぎくださいということを最後に付け加えさせていただいて、今回の動画編集させていただきます。それでは失礼します。